や絶対行きたくない、こんな場所。まず目についたのは堀に埋め込まれた2本の高い塔だった。なぜかその塔を見た瞬間、僕はなんとなく憂鬱な気分になった。ちょっと綺麗にしようよ、きっと監視塔ね。マリは東側の塔の最上部を指さした。あそこから囚人が脱走しないか監視 していたんだわ。なるほど、ね、そうか。僕が感じた憂鬱な気分の理由が分かった。この塔が設置された目的を僕は無意識に誘っていたのだ。壁の高さは7メートルくらい。館を丸く囲むような構造になっていた。レールに乗った扉がついてる。この扉を閉めれば小林さんだ。小林さんだった。この扉を閉めれば館は完全に壁に完全に囲まれる。どんな大波や嵐が来ても大丈夫というわけだな。小林さんは感心したように言った。おお、ぬるぬる動きますわ。おお、歩いた、めくれた。あすごい。わあ、バサバサリ。ねえ、トル、窓がないわ。マリが大発見をしたかのように言った。そんなバカな。そう思って探してみると、CG の先端部分の2階にだけ窓があった。つまり2箇所だけということだ。いや、こういう建物の構造覚えてらんないぜ。何かしら、あの釜。釜？窓の脇に草刈り釜が取り付けてある。僕はそばで見てみようと思い窓に近寄った。危ないよ。うわっ！何見た？あら、トゲトゲじゃん。堀には尖った剣状の刃物が何十本も植えられていた。センスな。やば。もし今転んでいたら死んでましたね。そう思うと震えが来た。人招待するような場所じゃないって。入った。一体何のため、あんちゃん。一体何のためにこんなものが。小林さんが顔をしかめるとマリが言った。もう船長さんに言って帰るで今いいと思うけど。ねえ。囚人が窓から飛び降りて逃げるのを塞ぐためよ。上から落ちてきたらひとたまりもないもの。マリはこの状況を結構楽しんでいるようだった。なんでやねん。だが僕はマリのように単純に面白がれなかった。館を取り囲む黒い壁、囚人を見張る監視塔、窓の少ない館、そして剣山状の刃物、どれも陰気な光景で僕は気がめいってきた。ね、せっかくのマリとの旅行なのにこれじゃ雰囲気ぶち壊しだ。1年半ぶりでしょ、せっかくなのにな。なあ。館への入り口はなぜか表側にはなかった。僕たちは堀にかかった小さな橋を渡り中庭へと入った。おや、小林さんが首をかしげた。おや、あれはトラギスじゃないかな。どうしてこんなところにいるんだ。トラギス、どっちだ。トラギス、島を泉を泳いでいる魚は確かに鯉やフナといった馴染みのある淡水魚ではない。え、僕は舐めてみた。バカこの。匂い嗅ぐぐらいじゃない。確かにそう。じゃあちょっと行きますか。クンクン。僕は泉にかがみ込んで匂いを嗅いだ。クンクン。青臭い磯の香りだ。へえ。そう、やはり塩水。なるほど。ずる。あ、なんでや。ちなみに、はい、これがあれです、今触れた釜通の前回話した悪いところ、はあ、で今やはり塩水って言ってるんですよ、うん、ABC 全部塩水にたどり着くんですよ。はあ、はあははあ、要は舐めてみたバカ子のって言ってたじゃん、うん、舐めたらしょっぱいんですよ。はいはいはい。っていう選択肢が多い、うん、あーなるほど、ね、だから俺らは選んでたどり着いたつもりなんだけど、うん、後々フローチャート埋めたらなんだよこれレールだったんじゃねえかっていうのが実はちょっと多かったりするんだけど、うんうんうん、1周目はナチュラルに楽しいんだけどちょっとそういう要素もありますよっちゅうね。なるほどね。踏みしめた岩に海藻がこびりついていたらしい。ザバする。あ、ザバだ。あー、深い。足を滑らせた僕は次の瞬間泉の中に頭から突っ込んでいた。かわいそうに。泉は予想外に深かった。口の中に大量に水が入ってくる。やばい、しょっぱいんだよ。しょっぱい。あ、間違いなく海水だ。海水だったら浮くんじゃなくて、僕の手が誰かの手に触れ、ちゃんとね引っ張り上げようとしてくれてるってこと。
この可能性こっちにする？はい、そっちにします。お願いします。誰の手に僕の手が誰かの手に触れた。この細い指、きっとマリの手だ。マリ助かった。助けてマリ。いや、思いっきり引っ張っちゃダメだって。ダメだって。マリもザマなるって引っ張り上げられるよ。上げられよ。ザッポン。僕は力強い、強い力で引っ張り上げられた。マリ、ありがとう。君は命の恩人だよ。僕はマリに抱きついた。何をするんだ、トール君。なんだったで。小林さんだった。でどアウト。小林さんは僕の腕の中で迷惑そうに、だが少し何かを期待するような顔つきでこちらを見ている。え、どういうことですか。なんだ、喜んでんのか。ちょっと流れ変わってきたら。はぁ、遠いね。マリが真っ青な顔で抱き合う僕たちを見ていた。ドン引き。やばい。違うんだよマリ、これは。言い訳しないでもいいのよ。私理解あるつもりだから。でも私の見ていないところでやってね。ああ。僕は小林さんを放り出すと、しつこいくらいに説明してやっとマリの誤解を解いた。大変だったね。まあ、言うほど誤解しないでしょ、こんな状況。ライオンの顔をしたノッカーを鳴らすと、新キャラです。お、動く。あ、おばあちゃん。あ、どなたさんですかの。もうちょっとだけワク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 してもらっていい？どなたさんですかの。かわいいね。中から腰の曲がったおばあさんが現れた。はい。髪は銀色、顔には深いシワが刻まれている。なんとも控えめで柔和そうな人だ。ニューニュー。あの、アビコ竹丸さんにご招待いただいたトールとマリです。ああ、はいはい、主人から伺っております。私はアビコからこの館の管理一切を任されとる菱田キヨと申します。です、よろしゅうに。菱田キヨ。キヨさんはペコペコと頭を下げた。キヨ、私は。小林さんが僕たちの後ろからおずおずと声をかけた。私は実は招待状をいただいておらんのですが、かまいたちの夜の舞台になったペンションのオーナーをしているものでして、事前に連絡をせずに来てしまったんですが、アビコさんにお取り次ぎ願えませんでしょうか。小林さんは汗を吹き吹きそうに言った。吹き吹きそう言った。吹き吹き。アビコに会ったらどうして私を招待しないんだとガツンと言ってやる。なんて言ってた勢いはどこに行ったのだろう。あの、取り次いでもらえませんか。そういうとこあるよな、次郎。へえへえ。浮世さんはニューアな顔つきを崩すことなく言った。ニコー、主人はまだこの島には参っておりませんが、ですが、お客様が増えることはきっと歓迎すると思いますです。ますです。小林様、どうぞどうぞこちらへ。何、生贄的な。にこ、あ、ぬるぬるね。にこ、うわ、なんか館って意味で音切り相関がある。うん、もうちょっと明るくしない。暗いね。ばあちゃん頼むで。ばあちゃん見えないでしょ、こんな暗かったら。私は嫁が聞くんですよね。ああ、なんてことだ。キヨさんは僕たちを応接室へと案内した。いやあ、トール君久しぶりだな。その声の主を見て僕たちはあっと声を上げた。すっごい。おーおーおお、久保田敏夫さんだ。1年半前、敏夫さんはスキー好きが高じてシュプールに住み込みで働いていた。単位そっちのけで大学6年生と実証したいったから。惜しい。今は大学8年生かな。まだ卒業してないって。身長は180センチを軽く超えてて、いかにもスポーツ万能といった体つきだ。相変わらず真っ黒に日焼けしている。そして隣にいるのは篠崎みどりさんだった。みどり、彼女も敏夫さんと同じ時期にあのペンションでバイトをしていたのだ。以前会った時は年齢不詳で、20代のようにも高校生のようにもおばさんのようにも見えた。なんでそんなこと言うの。でも今は年相応の落ち着きが出てきて、どう見ても20代にしか。いや、高校生な。もう頭酔ってる。いや、おばさん。あ、ダメだ。オーナー、ご無沙汰してます。
敏夫さんとみどりさんは小林さんにきちんと挨拶した。ペコリ、あら、その指は。マリが敏夫さんの薬指の指輪を目ざとく見つけた。敏夫さんは少し顔を赤らめた。あら僕たち結婚したんだ。おめでとう。パーン。そう言ってみどりさんの方を見た。互いに見交わす視線と視線。おめでとうございます。しあるし。結婚は人生の墓場ですよ。お前結婚してねえのに言うな、そんなこと。ほんまや。じゃあおめでとうございます。素直に行こう。おめでとうございます。僕は素直に祝福した。ありがとう。みどりさんははにかみながら言った。あ、おじさんは知ってたの？マリが小林さんに聞いた。どうだか。もちろん披露宴にも招かれたんだが、どうしても行けなくて。オーナーには絶対に来てほしかったのにってみどりのセリフじゃなかったっけ。絶対に来てほしかったのに。俺誰のセリフか覚えてんな。気持ち悪い。え、怖っ。みどりさんが残念そうに言った。大学はもう卒業したんですか？僕が尋ねると敏夫さんは笑って言った。卒業したよな。中退したよ。結婚したのにいつまでも遊んでられないからね。小さいスポーツ用品のメーカーに就職したんだ。そっか。家内もその会社でジムのパートをしてるよ。同じ会社で。敏夫さんは家内という言葉を照れながら口にした。あらあら。みどりさん幸せですか？マリが冗談めかして言った。とっても。あなたたちも早く私たちみたいになりなさいよ。ちょっとやだ、やめてよ。そういうんじゃないんだから。そうそう、僕たちも早く。でもみどりさん、結婚するには相手が必要なんですよ。マリー。ああ、誰かいい人いないかな。マリー。マリの視線は僕の上を素通りして遠くをさまよっていた。近くにこんないい男がいるってのに。んー、どっちだ。あれ、そういえばママさんは。ママさん今日ここ。それが聞いてくれよ。敏夫さんに尋ねられて小林さんは二人に事情を説明した。そもそも私たち夫婦には招待状が来ていないんだよ。失敬な話だろ。小林さんが再び勢いを取り戻して憤った。実は僕たちもそうなんですよ。なんだって？敏夫さんが頭をかいた。君たちも？どういうことだね。なぜ来れた？どうやら招待されてたのはあの時の宿泊客だけで。ああ、スタッフには届いてない。ペンション関係者は外されたみたいなんです。なんで？僕たちがどうしてこの旅行のことを知ったかというとですね。誰？私がお知らせしたんです。女性の声がした。はるか？かなこかな。あ、次次。誰かがわからん。私がお知らせしました。おお、かなこ。あなた丸い。覚えてらっしゃいますか？痩せた長い髪の長い女性がそう言った。ちょっときつい目をしているが美人だと言ってもいいだろう。貝殻のイヤリングをしている。はあ、あれ覚えた。懐かしいわ。また会えるなんて思ってなかったし。しーぽちょっと可愛い感じの女の子がそう言った。ちょっと太りすぎのようだがいかにも健康そうだ。じゃあ秋がいないの？何か言おうとした小林さんを制して僕は身を乗り出していった。ここはね、ワン履修してるかっていう。そうですね、そうですね。わかんないです。え、あ、じゃあこっち選びますよ、私。苗字なんかあったんですね。渡瀬かな子さんと北野恵子さん。わあ、フルネームで覚えてくれてるなんて感激。手を叩いた小太りの方が北野恵子さん。北野さん、また遊んでやってくださいね。少し軽薄そうにそう言ったのが渡瀬かな子さん。渡瀬さん、同じ会社の仲良し OL2 人組でどこへ行くにも2人で行動するらしい。おっと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 。あれ、プラズマ女どこ行ったの？サイコパスはやっぱ作ってたのか。いや、本当に久しぶりですね。小林さんが懐かしそうに声をかける。ん？誰かが僕の服の裾を引っ張る。誰だ？マリだった。マリが耳元でささやく。一度しか会ったことのない相手の名前をよくフルネームで覚えてるわね。間違えてた方がよかったかも。いや、それは暗記が苦手だって言ってなかったっけ。やばいって。女性の名前に関してはすごい暗記力だった。あー、マジ怖いって。
かなこちゃんから電話をもらったんです。敏夫さんが言った。あの時のメンバーが招待されてるって。そう、それで懐かしい顔ぶれにも会えると思ってずうずうしくかなえとやってきたわけです。そしたらキヨさんに飛び入りを快諾してもらって。なんだ、私だけじゃなかったのか。気を使って損をしたよ。小林さんは急にリラックスした顔つきになった。よかったね。まだ気にしてたらしい。あ、それはそう。あ、そうだ、声がでかいな。かなこちゃんが突然大声を上げた。皆さんに会ったら言おうと思ってたんですよ。私たちゲームの中で OL3 人組ってなってたでしょ。ゲームをやってない僕が困った顔をしているとマリが小声で教えてくれた。ゲームでは川村亜希という OL がもう一人いて OL3 人組になっていたのよ。川村亜希なんて名前私たち聞いたこともないんです。あっと、恵子ちゃんでした。恵子ちゃんが首をブンブンと横に振った。ブン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 。これは恵子ちゃんにしよう。なのにあのゲームをやって会社のみんなに川村亜希って誰だって散々聞かれて、そんな人知らないし迷惑してるんです。どうしてそんな架空の人物を登場させたのかな。小林さんがうなった。なぜ。単にゲームを面白くするためじゃないかな。要するにフィクションなんだから。まあね、敏夫さんはあまり気にしてないようだった。そう思っちゃうよね。誰だ誰だ。あ、みどりさん。きっとそうよ。だってほら、殺された田中って人もあの時止まってなかったじゃない。川村亜希なんて絶対関係ないわ。ただの作り話よ。真剣に考えたらバカを見るわ。みどりさんは普段になく激しい口調でそう言った。お前バカを見るわ。何を知ってる。何を知ってる。絶対関係ないなんて言わないでしょ。ねえ、怪しい。アビコ竹丸に聞いてみればわかるんじゃないですか。もうすぐ会えることだし。僕がそう言うとみんなはうなずいた。こっくり。なんかなんだかなんか。それから僕たちはこの島の印象やシュプールでの一夜以来の近況を語り合った。なんか変な船長さんでしたね。あ、みかなこちゃん。そう、かなこちゃん。みどりさん、そのマニキュア綺麗。どこの製品。かなこちゃんがみどりさんの手を取ってしげしげと見つめた。あ、ほんとだ、変わった色ね。けいこちゃんも同意した。ふふ、いいでしょう。ドラえもん。確かにみどりさんのマニキュアは変わっていた。名前に合わせた緑色なのだが独特の、陰影がある。二人はみどりさんにマニキュアのメーカー名を尋ねたり化粧方法を聞いたりしてる。女の子やね。誰か来た。男が一人現れた。知らない顔だ。誰だお前。あら、背の低いがっしりした体格の中年紳士。何が気に入らないのか目の端を引きつかせている。なんや、この人がアビコ竹丸なのか。なんかすごい本当に筋肉質って感じね。けしからん、まったくけしからん。なんや。男は突然叫ぶように言った。アビコ竹丸という男はまったくけしからん。なんや、人を呼びつけておいて自分は遅れてくるなんて礼儀知らずも甚だしい。うん、ということは彼はアビコ竹丸ではないようだ。作品の打ち合わせをしたいと言うからこんな偏僻な島までわざわざ来てやったんだ。編集者？出迎えぐらいするのが当然だろう。どうやら招待主がまだ来てないことを怒ってるらしい。プリ。彼は作曲家の村上勉と名乗った。新キャラだ。僕とマリ、小林さんは一人ずつ自己紹介をしたが、村上さんはほとんど関心を持たずひたすら憤慨している。よくないよ。僕は言った。もうそろそろ来るんじゃない。別に来ようか、怖いが。もうそろそろ、ねえ、何ですか。もうそろそろ来るんじゃないですか。次の便で最終だって船長が言ってましたよ。僕がそう言うと村上さんはふんと鼻を鳴らした。ふん。お、さあどうだか。あ、なんかソファーすごいふかふかだった今ね。なんとも尊大な態度だ。有名な人なのかね。ちょっとね、みんな気が、アビコという人から招待状が来たのよね。この中にアビコさんと面識がある人いますか。はい、いえ。マリが尋ねたが、みんなかぶりを振った。なんでさ、左側のソファーばっかり座るんだろうね。バランス悪くない。詰まって
るね。村上さんはアビコさんと、パパパパ名刺が終わりですよね。小林さんが尋ねた。怖いや。とんでもない。会ったことはおろか、ついこの前まで名前を聞いたこともなかった。なんだって。しかし先ほど作品の打ち合わせとか。電話だけだ。かまいたちの夜とかいうゲームの続編を作ることになったから、音楽を担当してほしいとね。第1回の打ち合わせをこんな島で行うと言ってきておったんだ、やつは。それなんで受けたの。ほんと、アビコという人はゲーム会社を通さずに直接電話をかけてきたんですか。トシオさんが尋ねた。なあ、私が有名なものだから直々に頼んだんだろう。有名だからこそ直々に頼んじゃダメでしょ。その態度は良しとすべきだが、この地獄で超消しだな。良しと知ってたんだ。相変わらず偉そうだ。いやでも有名ならな。マリが小声で僕に聞いた。村上勉って有名な人？さあ、わかんないよね。僕は肩をすくめた。しばらくしてキヨさんが一人の男性を案内してきた。おらよ。僕たちの次の船で着いたのだろう。年は30代半ばぐらい。品定めするように人をジロジロ見るその目つきが僕には不快だった。間違いない、彼が我孫子竹丸だ。本当？そう思いかけた時、彼はいきなり名刺を出して女の子たちに配り始めた。よろしく、正岡です。やべえやべえ、やつきた。ゲームプロデューサーだって。かなこちゃんが大声を出した。君がかなこちゃんだね。聞いてた通り美人だな。君はけいこちゃんか。ゲームではぽっちゃりしてるなんて書いてあったけど、なかなかスリムじゃないか。おうおう、あ、君がマリちゃんだね。さすが広いんだけどって人の目を引きつけるな。素敵だよ。あなたがみどりさんですね。かまいたちの夜にあった通りだ。大人の魅力がありますね。実物に会えて感激です。女しか見てね。ペラペラとひとしきり褒めた後、彼は髪をかき上げた。男連中は完全に無視だ。正岡慎太郎と申します。慎太郎。フリーのゲームプロデューサーをしていて、業界では少しは知られた人間です。しんちゃん、ヒットしたかまいたちの夜も私が手掛けました。しんちゃんは、皆さんと2日間過ごせることを嬉しく思います。どうも。彼は4人の女性だけを見ながら言った。音楽うるせえな。音楽うるせえな。面白くない。それはそう。やはりマリも人並みに業界人に惹かれるのだろうか。マリ、かなこちゃんなどはもううっとりとした目で正岡さんの話に耳を傾けてる。マリどんな顔してる。君が今度の作品をプロデュースするのかね。私は作曲を担当することになっている村上だが。村上さんが女性陣と正岡さんの会話に割って入った。正岡さんは村上さんを寝踏みするように上から下まで眠つけると、 あなたが我孫子さんが言ってた作曲家さんですか。あ、はじめまして。村上、何とおっしゃるんですか。あ、やべ、君は私を知らんのかね。村上。あ、そうそう、いや、私若い才能にしか興味ないもんで。あなたがいくらその業界で有名でも私の耳には入ってこない。私たちのようなクリエイターは名前だけで仕事をしている規制の原因婚姻原因を打ち壊すのが仕事なんです。でもいいこと言ってるかもな。かなり言いたいことを言う人だ。はっきり言う。君は私が名前だけで仕事をしている既成の権威、権威だというのかね。村上さんの顔は真っ赤になった。いや、新キャラ同士で喧嘩しないでほしい。本当。あ、そうは言いません。でも我孫子さんがどうしてもこの人にって言うんで、どんな方かと思ってたんですが、失礼ながらかなりお年ですね。人間年を取ると感性が摩耗する。果たして若い人たちに受けるような曲を書けるかどうか。しっけーな。うーん、ちょっと失礼だな。村上さんはブルブル震え出した。一触即発の雰囲気になってきたとき、耳覚えのあるドーマ声が響き渡った。タラララララあー、よー、懐かしい顔ぶれが揃っとるな。あー、50歳ぐらいの小太りで赤ら顔の男性、加山誠一さんだ。加山、トール君にマリちゃんやったな。君らはバイトの久保田敏夫君と篠崎みどりちゃんや。よう覚えとるやろ。あの私久保田みどりになりました。ちょっとやだ。みどりさんがハリガンの顔つきで言う。は、演技担いで解明したんか。ちゃうで。
違いますよ、結婚したんです。みどりさんは敏夫さんの腕を掴んで引っ張った。ぐい。ああ、なるほど、そらめでたい。出てやろうが。そらめでたいわ。出てやろうが。加山さんは何度もうなずいた。加山さんは大阪で会社を経営しており、小林さんが昔仕事でお世話になった方だそうだ。あの雪の日、加山さんもシプールに泊まりに来ていた奥さんと一緒に。そういえばあの美人の奥さん、春子さんは来ているのだろうか。僕は密かに胸をときめかせた。え、春子のこと結構いいと思ってんだ。ここだけの話だが、あの人にはマリにはない大人の魅力があった。そういうとこだぞ。ああ、実はな、恥ずかしい話やけど、わしも新婚さんなんや。加山さんはわけのわからないことを言うと廊下に向かって歩き出した。これが新キャラか。あ、夏美、夏美、夏美。春子の次が夏美ですか。イケイケガール。大ボディコン。紹介しておこう、わしの女房の夏美や。夏美です。僕たちは唖然とした。そうって言ってる。ビジネ。髪の毛を茶色に染め、チューブトップにヒョウ柄のタイトのミニスカート。ヒョウ柄やって。チューブトップ。なんともイケイケな若い女性だ。ギャル。あの清楚の奥さんは一体。あ、春子とは離婚してな。あ、まあいろいろあったんや、わけは聞かんといてくれ。聞かんけど。あね、すごい。僕は心の中でひっくり返った。なん今回もわしとあいつの名前で招待状が来とったんやが、別れた女房を連れてくるわけにはいかんからな。まあそりゃそう。あ、ほら夏美、皆さんに挨拶せんかい。この人が関西弁の人ってこと。そう。うちこの人のお友達のこととかよう知りませんの。これからうちのこともうちの人どうよ、よろしゅうに。夏美さんは愛嬌たっぷりに言うと腰を折った。ペコリー。よく見るとその薬指にはみだりさんのものとは比べ物にならない大きなダイヤが光ってた。あらもう。あら、あらかー。せやからこの招待わしらも新婚旅行のつもりで受けたちゅうわけや。あ、お手柔らかに頼むで。羨ましい。なんだなんだ。もしかしたら財産目当てかもと思う。俺も思った。これ思うだけだからな。な、言わないから大丈夫。僕はもしかしたら財産目当てかもと思った。そんな失礼なことを考えてはいけないのは分かっているが、はい、あまりにも年が違いすぎる。怪しく感じてしまう。全然関係ねえけども。なあ、加山さんは会社社長だから多分成金の部類だろう。せや。その財産を狙って若い女が後妻に入り込む。5歳、後妻に入り込む。テレビの2時間ドラマとトレンディードラマ。トレンディードラマってラブストーリーってこと？トレンディーだからなんかちょっとこう恋愛のなんやかんやてんやわんややるやつ。あ、でもこう財産目当てに入ってきて事件を起こすのがよくあるかも。刑事ものかな。刑事ものかな。行くか。行くかい。テレビの刑事ものでよくある設定だ。僕は刑事ものが大好きよ。あ、大好きか。藤玉子扮する刑事が推理だけではなく、単なる偶然の積み重ねと直感だけで事件を解決するまぐれ刑事偶然派。人間としてどうかと思われるレベルまで人格が崩壊した若い刑事の活躍を描く精神的に危ないデカ。やばいでしょ。危ないデカ。その続編、真剣に精神的に危ないデカ。それ本当にやばいって。その続編、シャレに冗談ではなくマジで精神的に危ないデカ。ドラマにするなこんなもん。忍びの技を心得た刑事が犯人のトリックを暴く古畑忍者風呂。忍者風呂。新人警官が配属されると前任者が死んでしまうという太平洋に吠えろ。なんで。プエルトリコ移民の少年刑事の活躍を描く刑事コロンボ。有名な話し家の少女の私と共に事件を解決する名探偵コナン。街頭募金活動に命をかける理科実験大好き少年が主人公の募金第一少年の実験などなど。これ選んでよかったな。その他のドラマこと金持ちの中年男が殺害され、その疑惑が5歳に入った若い美人にかかる。こんな調子よくポンポンと。こういう時はさりげなく聞き出すのがコツだ。さりげなく聞ける。僕はさりげなく言った。大丈夫お前、聞ける。さりげなく。
夏美さんって財産目当てなんですか？やっただー、お前はこいつよ、こいつ、パーン。自主冗談ですよ冗談でも許せるかいな。なんちゅうこと言うねん、このドルガメ。あれ、夏美さんでした。ドルガメ。夏美さんの膝蹴りが僕の顎に炸裂した。パーン。助けて、加山さん。加山さんが顔を折った。あちゃー、あが無理や、諦めて。夏美の真空飛び膝蹴りが出たらもう誰にも止められんね。食らったことありそうやん、ね、スカートの中見えそう。そんなそんな。おっ、あ、僕はボロ雑巾のようになってその場に倒れた。ワン、ツー、スリー、フォー。マリがカウントを始めた瞬間、僕は立ち上がった。もうダメだよ、マリン幻滅するで。おお、いっぱいだ。あ、すごいね。他にも誰か来るのかな。詰まったね。敏夫さんがつぶやくと加山さんが言った。いや、わしらが最終便やと船長が言うとった。しょうからもう来んやろ。そういえばあの船長はん蹴った。そういえばあの船長はん蹴ったの人やったな。夏美さん、大沢木夏美と全く同じ演技だ。夏美さんが思い出したように言った。同じ名前だ、夏美。風が吹く前に片付いてよかった。早よせにゃ島が輪になるからな。あ、んとかなんとかわけのわからんこと言うてはったで。島が輪になる？干潮的な？どういうことだろう。なるほどね。潮がね。大陸がつながっちゃうのね。ああ、そうやったそうやった。それに変なわらべ歌歌い出して往生したわ。ほんまに？あの船長誰にでもあの歌を聞かせてるのだろうか。今日何回歌ったんやろ。俺の美声を聞け。はあ、ドンブラブンのなんとかっていうつまらないメロディーの曲か。ザブザブ。村上さんが吐き捨てるように言った。私も聞かされたよ。日本のわらべ歌というのは本当にワンパターンでくだらないものが多いね。なんてこと。それが伝統やし。ほんまや。あら、うちはそうは思わんかったわ。夏美さんが口を挟んだ。素朴でええやないの。あんた、今流行ってるしょうもない曲に耳毒されとるわ。近頃の曲はしょうもない歌詞、しょうもない曲、しょうもない歌い手が揃っとるさかい、どうしようもないねん。だいたい作曲家がアホやねん。もう村上ちゃんおい夏美、加山さんが慌てて止めたがもう遅かった。私は作曲家だ。アホで悪かったな。村上さんは髪の毛が逆立つほど激怒していた。怒ってるー。あー、えらいすいませんな、口の利き方を知らん女で。夏美、この人に謝っとけ。なんで謝らなあかんねん。うち間違えたこと言うてへん。夏美さんの剣幕に加山さんもタジタジだ。いや、もう別々のところ行こう、みんな同じ場所じゃなくて。とにかく最終便が来たということは、これで客は全員集まったということだ。三木本どうした？あれ、三木本が出てくるシナリオの名前は、あのワンの、え、かまいたちのいるワンで三木本が現れた時のシナリオのショーの名前は、遅れてきた客。あの夜、シプールにいた者が、三木本は自分でボート漕いでくるとか、そういうの。まず僕とマリ、あいつやっぱり小林さん、納金や、敏夫さん、みどりさん、かなこちゃん、けいこちゃん、加山さんの8人。新しい顔ぶれが村上さん、しんちゃん、正岡さん、夏美さんの3人、合計11人だ。まだ来てへんのかいな。加山さんはまだ阿鼻子竹丸が来ていないと聞いて驚いた。ここにおる人間のうち阿鼻子っちゅう人と認識があるな。どうやら正岡さんだけみたいやな。正岡さん、阿鼻子とかいう人はどんな人でっか。でっか。いや、私もその。正岡さんは急にモジモジし始めた。阿鼻子さんとは直接は会ったことないんです。電話やメールでのやり取りが主でして、会うのは今日が初めてなんです。そんなことある？僕らのような仕事をしてると、ね、まあ珍しいことではないですけどね。まあフリーのって言ってたしな。なんだ、僕たちと同じか。阿鼻子とかいう男は年はいくつぐらいかね。かなり年配なのが。村上さんが尋ねると正岡さんは首をひねった。
そうですね、男であることは間違いないんですが、年齢までは。何しろ話をしたのは一度だけで、あとはずっとメールだから。ああ、まあ20歳から50歳ぐらいの間でしょうか。まあ、だいたいそうプロファイルね。ね、僕は呆れた。漠然としすぎてる。しかし、ということはここにいる誰も阿鼻子本人とは面識がないわけだ。キヨちゃんに聞けばいいんじゃない。あ、はいはい、皆様お集まりでございますね。キヨさんが不意に部屋の入り口に現れた。不意に怖いですね。早速村上さんが噛みついた。足が曲がってます。どうなってるのか説明してもらおう。最終便でも阿鼻子は来なかったというじゃないか。すんませんすんません。あの、たった今主人の阿鼻子から急用で少し遅れる旨の電話がございました。阿鼻子もその大変恐縮いたしておりまして、くれぐれも皆様によく謝罪しておいてくれと申し上げましたです。キヨさんは居合わせた全員にペコペコと何度も頭を下げた。すいませんすいません。かわいいね。すいません。なんだと、どんな共有用、給用があるか知らんが、客を招待しておきながら。ああ、怒ってる、すいません。すいません、すいません。ああ、怒っちゃった。キヨさんは床に頭がつきそうなほど深々と低頭した後、みんなに向き直った。その、誠に申し訳ございませんが、まだ皆さんの部屋は片付いておりませんのです。しばらく、その、2時間、福島の様子でも見て、見物してきてもらえたら嬉しいございますが。今日客が分かっていながら部屋の準備ができてないなんて言語道断だ。うるさいな、すいません。年寄りでいたらもんで、すいません。なんせ私一人で何もかもやらにはなりませんもんで、すいません、すいません。かわいそう。仕方なく僕たちは応接室に荷物を一塊にした。なあ、あんた襟巻きいらんかったかな。驚いたことに夏美さんが旅行カバンの中から狐の襟巻きを取り出した。なんでや。狐か。島は夏でも寒い思って持ってきたけど、やっぱりまだ暑いな。夏美さんはふかふかした襟巻きを見せつけるように振り回した。ブッブッ。ようにというより見せつけてるのだろう。買ってもらったんだろうね。あれ、マリ300万ぐらいするわよ。マリが僕に囁いた。買ってもらってるんだな。300万。お金持ちや。かやまでも今新キャラはもう出揃いましたね。はい。